皆さんこんにちはアメリカ史世界史の中で考える主任講師の小野沢ですこの授業ではアメリカ合衆国という国がどのように発展して現在に至ったのかを主に政治史や政治文化史そして外交史の観点からたどっていきます同時にこの授業ではアメリカの歴史をできるだけ世界史の中に位置づけて捉えることを目指したいと思います アメリカの歴史はしばしばしししし他の国ととはは異質ななあるいは例外的な歴史てて語られてきましたしかし実際にはアメリカは常に世界経済の一部に組み込まれておりましたしアメリカの動きが独特でも例外的でもなく世界的な潮流の一部であることも多々ありましたつまりアメリカもまた他の国々と同様に外部世界との連関の中で発展してきたのです。 以上のような問題意識に立ってこの授業ではアメリカの歴史を世界史の展開の中に位置づけながら主に政治史・外交史という切り口から描いていきます次に各界の授業内容を簡単にご紹介いたします第1回の授業ではイントロダクションとしてまずアメリカ史の重要な論点をいくつかピックアップしてご紹介しますその後でアメリカの政治史を理解するための基礎知識として アメリカ合衆国憲法に即しながらアメリカの政治制度を説明します第2回から第14回までは基本的に時代順にアメリカの歴史をたどっていきますこの第2回から第14回までがこの授業の本論にあたる部分ですがそれは南北戦争を境に前半と後半に分かれていますアメリカ市の研究において南北戦争はアメリカ史における最大の転換点であったと考えられており 南北戦争のの前とと後を異なるる時代と捉えるのが一般的だからです本論の前半部分南北戦争までの時期を扱う第2回から第8回まではもう一人の主任講師である日小本義雄先生が担当します第2回と第3回では北米大陸へのヨーロッパ人の入植過程に加えて先住民社会や黒人奴隷制について考察します。 また後にアメリカ合衆国を形成していくイギリス領北米植民地の発展を見ていきます第4回では宗主国イギリスとの戦争を経て13の北米植民地が独立を達成し今日まで続くことになる合衆国憲法体制が構築されていく過程を見ていきます第5回から第7回ではアメリカが大陸国家へと発展しそして南北戦争へと至る時期の歴史を主に政治文化の展開に着目しながら説明していきます そして第8回では、アメリカ州の最大のキロであった南北戦争から戦後の南部再建期までを取り上げます。本論の後半部分、南北戦争後から現代までを扱う第9回から第14回は、私、小野沢が担当します。第9回と第10回では、アメリカが急速な経済発展を遂げ、世界的な大国へと成長していく19世紀末から20世紀初頭を扱います。 第11回で詳しく説明するニューディールは21世紀にも存続している現代のアメリカ国家の骨格を形作りましたそして第12回と第13回では20世紀後半の世界に計り知れぬほど大きな影響を与えた冷戦期のアメリカの内外の動向を追っていきます第14回では国内に根深い政治的文化的な対立を抱え込み対外関係でも迷走する冷戦後のアメリカを考察します そして第15回では、第14回までの授業の内容を適宜振り返りながら、19世紀から21世紀に至るアメリカと日本の関係を概観いたします。では、実際の授業の様子を一部ご紹介いたしましょう。南北戦争は最初の近代戦争でした。産業革命で生み出された鉄道や電信技術が使われ、機関銃や地雷などの 最新の近代兵器が使用されましたまた実際に戦場で戦った兵士だけでなく多くの市民が巻き込まれました。両軍兵士の戦死者数は62万から63万人と推計されておりこれは南北戦争が当時の合衆国人口の約2%にあたるおびただしい数の 死者を出す精算な戦いであったことを示しています南北戦争は大まかに言えば東部戦線と西部戦線の2面で同時並行的に戦われました国を二分したアメリカの内乱は国際的にも大きな関心を呼びました19世紀後半から20世紀初頭は世界的な人口移動が活発化した時代でもありました そしてその一部が国境を越えて移民となったのです19世紀後半に蒸気船が一般化すると労働者の移動は旧世界の内部を越えて新世界へと拡大しましたアメリカは世界最大の移民受け入れ国となりましたがアルゼンチン、カナダ、ブラジルなども数百万人規模の移民を引き寄せました60年代末以降、審査翼運動やベトナム反戦運動に投じた若者たちの多くは カウンターカルチャーと呼ばれる奔放な文化に引き寄せられていきましたカウンターカルチャーは既存の社会的文化的な規範や生活様式を否定するいわば文化的な意義申し立てでした今ご覧いただいているのはカウンターカルチャーの一つの頂点として記憶されている1969年8月に開催されたウッドストックフェスティバルです ロック音楽やマリファナ吸引に象徴されるカウンターカルチャーには、政治的なメッセージも込められていました。近年、アメリカの姿は以前よりも見えにくくなっているように思われます。その原因の一端は、アメリカで政治的・文化的な分断が進み、それに伴ってアメリカの人々自身がアメリカという国に対して抱くイメージが分裂していることに求められます。 私たちはこのような政治的文化的な対立からは距離を置いてアメリカという国がたどってきた歴史を世界史の中に位置づけながら考えていきたいと思いますそれは外部からアメリカを理解しようとする私たちにとって等身大のアメリカを理解する可能性を秘めたアプローチの一つであると私たちは考えていますそれでは授業でお会いいたしましょう